お兄ちゃんが老人みたいによろよろしながら立ち上がって首をあほ。はいはい、分かってますよーだ。でもお兄ちゃんが悪いんだからね。エリが何度もご飯ですよーって下から呼んでるのに全然返事してくれないんだもん。てっきり寝てるのかと思っちゃったよ。